全部で大体100キロぐらいです。これは1週間でパンダが食べ残した竹ですね。アオリカが減少しているっていうところもあったので、アオリカって海藻に卵を産むんですけど、その海藻類が減少してきていたので、その代わりにパンダバンブー、この竹が、もしかすると産卵する場所になり得るんじゃないかなというところでチャレンジを始めました。